1973年から始まった全日空札幌オープンが1986年から全日空オープンゴルフトーナメントの名称を経て2002年から現在の大会名 ANA オープンゴルフトーナメントとなっている会場札幌ゴルフクラブワッツコース18ホール7066ヤードパー72賞金総額1億5000万円優勝賞金 3000万円50回目の開催となる ANA オープンは当初発表の賞金総額から5000万円を増額し1億5000万円で開催が決定昨年は谷原秀人が選手会長として優勝を飾ったメモリアルとなる今大会では若手からベテランまで激しい優勝争いが期待される大会だ3打差3位から出た谷原秀人が逆転優勝 ボギーなしの5バーディ、67、出回り、通算18アンダーとして伸ばし合いの最終日を制した。6月、ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップに続く昨シーズン2勝目で通算19勝目となった。昨シーズン2度目の優勝会見で矢原は、よく努力すれば報われると言うけれど、それだけで掴める人は人握り、努力し続けなければ報われないと名言を残している。 特別賞特別賞には1ホールインワン賞、500万円、二サイタイーグル賞、300万円、34ドライビングディスタンス賞、大会コースレコード賞、50万円、5ベストアマチュア賞が贈られるプロフィール瀬戸内高校時代に広島、松永カントリークラブのクラブ選手権で2年連続優勝。2003年のマンダムルシード読売オープンで大崎正を逆転して初優勝を果たし、 5年には米国ツアーにも参戦。6年の全英オープンでは5位に入った。12年から3年連続で平均パット1位のパット校舎。16年は池田優太と賞金王を争って2度目の賞金ランク2位となり、障害獲得賞金10億円突破も果たした。23年は2勝。そのうち和正は2023年の今大会を挙げて通算19勝に。 73年以降11人しか到達していない20勝に大手をかけているベテラン選手に注目だ。2024年度スタッツ、8月28日時点、賞金ランキング77位、平均飛距離262位、108位、平均バーディ数3.57%、55位。